あなたは、こんな風になっていませんかつば表を見て、10頭立て、あるいは12頭立て、13頭立て、こんな、いわゆる小投手のレースを見て、まあ、このレースガチガチだろうな、と。まあやめようと、他のレースやろう。そんな風になっていませんかどうも、カ、え、ト、ー、ちゃんと申します。僕は自分の意見を人に発信して、 この人の物事の考え方を変えたり、新たに加えたり、そんなことを通じて、人の現状をよくできる、この人はかっこいいなと思い、隣だく、おかげさまで2年と2ヶ月、愛されてば、ケンに素の発信活動をやらせてもらってます。いわゆる Tuber からちゃんです。た今回はですね、これを身につけてないと、当たるものも当たらない。せっかくプラスにできた日もマイナスで終わってしまう。そんな、禁断の、 後方についてお話します。今回の内容を理解しないとあなたは、周りで馬券を当てて、よしよしと、マイガッツポーズやハイタッチをする人を横目に見る中で、あなたは手元にある自分の馬券と、自分が勝手ない馬が真っ先にゴールに飛び込んだ、そんなシーンをモニターで見ることになります。振り返って夕方、もう一度冷静化を見るも、やはり馬券で負けたという結果がかかることはなく、 このレースやっててればな。絶対今日プラスで終われたのに、なんでこの馬鹿に勝ったんだろうと。そんな風に後悔することになります。あるいは、今日このレースだけに大きくかけてれば、このレースだけで勝負したら今日プラスだったなっ。そんな風に後悔することになります。そういうのを続けでまた、令和の時代も、JRA にお金だけを寄付して帰る。そういう人になってしまいます。今回の内容を理解していれば、あなたは、感情に流されずに、 続けることができます。そのために知っておくべきなのが、本能と逆を行くということです。本能と逆を行く。どういうことかというと、予想する際に次のステップを踏んでください。このレースどうせ勝ちガちだからやめようかな、というふうな感情に自分がなったとき、そのレースをやめるんじゃなくて、むしろそのレースに集中してかけると。そのレースを勝負とするというふうにしてください。 確かに、大きいのをズドンと、穴をズドンと当てるのも競馬のロマンです。でもしかし、あなたが今、このレースを見てガチガチと思ったことは、そのレースは来る、その馬が来るであろうという自信度が高いという裏返しなんですね。はい。ガチガチということは、つまりその馬が自分で来ると思っているわけなんで、自信度が高い証拠です。なので、そのレースにむしろかけてください。目をという本能をつかないだろうから、 どうせガチガだろうからやめようという本能に逆らってむしろそのレースを勝負するということをしてください、えー、それでは最後に言いますこれだけは覚えておいてくださいガチガチだと思ってのはむしろ自分が自信のある証拠それでは今回は心持ちの話でしたありがとうございました最後まで聞いてくださった働きのお知らせです、えー、今回はごくごく一部だけをお話しました最新の帯風馬券率の全貌 全貌の方は書き動画説明欄ブログの方で明かしてます。なぜかというと、ここで話すととても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので動画を見てくださって今が一番あなたが情報を受け取ろう受け取るうという姿勢になっていて、今が一番バキンにすが頭に入りやすいです。なので今すぐ書き動画説明欄ブログの方をクリックしてください。名前ショートのプレゼントを配布してます。それでは今回は以上です。ありがとうございました。あかとちゃんでした。